ジャンニ・クレリッチージャンニ・クレリッチーはイタリアコモ出身のテニスジャーナリストである。本名はジョバンニ・エミーリオ・クレリッチーという、日本語にも翻訳された代表作テニス500年やスザンヌ・ランランの伝記、女神などの著書で広く知られる。彼は美術にも造形が深く、群を抜いた美的感覚が著作にも反映されている。 劇作家としても知られ、1987年にオトビアのイークレオパトラでイタリア最優秀劇賞の受賞歴も持つ。執筆活動のみならず、2003年に開場した全仏オープン博物館の建設にも貢献した。イタリアのコモに生まれたクレリッチは、9歳の時から地元のテニスクラブのクレーコートでこのゲームに、 親しみ始めたが、その少年時代に第二次世界大戦を経験した。彼は、ジュニアテニス選手としての活動を経て、1956年から、ミラノの日刊紙、イルジョルノで、スポーツライターの仕事を始め、現在は、ローマのラレプブリカシア週刊誌、レスプレッソを拠点に執筆活動を行っている。1965年、彼は、 初めてのテニス技術書として、イルベーロテニスを出版した。続編となる2冊目の技術書、ツーテニスファシーレは、7年後の1972年に、出版された。そして、彼の評価を決定づけた、名著、500案にディテニスが登場する。クレリッチの代表作、500案にディテニスは、主に図解に重点を置き、 テニスの発祥以来500年の歴史を解説した大著である。本書はイタリア語初版が1974年に発行された後、直ちに世界的な評価を獲得し、英語、ドイツ語、フランス語、スペイン語、日本語の五語言語に翻訳された。日本語訳はテニス500年というタイトルで、1978年3月に、 虫明ケアリョムの翻訳により講段社から刊行された。英語訳には、ザアルティメットテニスブック500 Years of the、Sports、という題名が当てられた。現地イタリア語版では、本書は4版の増幅回転を重ねてきた。それから10年後の1984年、クレリッチは、スザンヌランランの生涯をたどった、電気、ティビーナ、スザンヌラングロン。 ラピューグランデ・テニスタ・デル・ XX ・セックロを出版した。ランランに関しては多数の文献が出版されているが、クレリッチの本は類書の中で最も高い評価を得てきた。1987年にクレリッチが制作した劇オトビアのイークレオパトラは当年度のイタリア年間最優秀劇賞を受賞した。スザンヌ・ランランの電気の劇場版は、 本の出版から16年後の2000年にローマで上演された。クレリッチはその優れた美的感覚を生かし2003年に完成した全仏オープン会場内のローラン・ギャロステニス博物館の建築にも大きく貢献した。ジャンニ・クレリッチの数多い受賞歴の中には1992年度のイタリア最優秀スポーツコラムニスト賞や 1998年にイタリアンオリンピック委員会から授与された生涯スポーツライター賞などがある。2006年、クレリッチはジャーナリスト部門で国際テニス殿堂入りを果たした。イタリア人の国際テニス殿堂入りは1986年に殿堂入りしたニコラ・ピエト・ランジェリー以来二人目の偉業となった。ジャーナリスト部門では史上8人目となる。 自らもジャーナリスト部門で国際テニス殿堂入りしたバドコリンズは自身の編纂したテニス百科事典の2008年版においてこれまでに殿堂入りした7人のジャーナリストはアメリカが4人イギリスが3人で全て英語で活動してきたそれだけに多様性を備えた人物イタリア語を母国語としフランス語英語も単能マイナスの殿堂入りは史上初であると クレリッチへの賛辞を述べている。ありがとうございます。